リンル・シアン・リン・カーン・ウッド・ジュニアは、アトランタを拠点とするアメリカ合衆国の弁護士、政治評論家、ジョージア州、メイコン出身。父親が、ドメスティック・バイオレンスで母を殺して有罪になった、ことから放送への関心を深め、マーサー大学に進学して弁護士資格を取得。アトランタオリンピックでの爆破事件で誤って、犯人とされた、リチャード・ジュエルへの名誉毀損訴訟を手掛けたことで、 全米に知られ、他にもジョン・ベネ・ラムジーの家族や、ハーマン・ケインの訴訟代理人として担当した。ドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領とウッド、2020年3月2020年12月末、ウッドはツイッターで、同じ共和党のジョージア州知事ブライアン・ケンプと、州務長官のブラッド・ラフェンスパーガーが、中国の情報機関と協力して、ジョー・バイデンを有利にしたと主張して、 大きな注目を浴びた。ジョージア州の選挙は、ケンプ知事らがドミニオン・ボーティング・システムズのアルゴリズムを使っていったとしてケンプとラフエンス・パーガーを投獄すべきだとした。このツイートは、現職のアメリカ合衆国大統領だったドナルド・トランプによってリツイートされた。また、ジョン・ロバーツ最高裁判所長官がアントニン・スカリア判事の死に関与したことを示唆し、ロバーツは、 子供の人身売買証人であるとほのめかし、個人のジェフリー・エプスタインは実際には生存しており、エプスタインはロバーツについての真実を明らかにする準備をしていると述べた。2021年1月初頭、ウッドはマイク・ペンス副大統領が反逆罪で重殺刑に直面するとの信念を表明した。ウッドはまた、ロバーツ最高裁判所長官とミッチ・マコーネル。 上院議員が反逆罪で逮捕されることを求めた。ウッドはこれらのコメントで批判されたが、自分は乱心していないと主張した。2021年1月初旬、ウッドは q アノンに関連する根拠のない陰謀論を推進し続け、ジョン・ロバーツ長官が様々な国の銃の徴報機関から脅迫されて、自動レイプと自動殺人を犯したと主張した。ウッドによると、 ハッカーグループのリザードスクワットが情報を入手したという。リザードスクワットのメンバーはこの主張を否定した。ウッドはまた、旧アノンの支持者であるアイザック・カッピーがトランプ大統領に情報を提供しようとしたために殺害されたと根拠なく主張した。彼のツイッターアカウントは2021年アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件後、 トランプ支持者のボートは変装したアンティファであり、マイク・ペンス副大統領が自動性的虐待者であると主張した後に永久凍結された。ウッドは、その後、パーラーでペンスの処刑を呼びかけ、銃殺隊を準備しなさい。ペンスが最初に行くと投稿したが、その後、削除された。2021年4月中旬、ウッドは、急を作ったと公の場で明かした。 ありがとうございます。